して衝撃度ランキング29位のマジックは、日本屈指のカード使い、特技は時速243キロの高速マジック、丸山真一。日本屈指のカード使い丸山真一。マジックコンクールジャパンカップで2006年に総合優勝したテクニシャン、日本最強のカードさばきにご注目。丸山です。ああ丸山です。丸山だったような気がします。さあ、じゃあちょっとカードを使ったマジックを皆さんの前でお見せしたいと思うんですが、すごいですよ、このすごいよね。まあ、さあ、じゃあ北村さん、はい、トランプにはね、うん、1から13まで数字があるんですが、うんうん、1から13の中で何か好きな数字を一つおっしゃってもらってよろしいでしょうか。あ、今大きな声で、はい、8、うん、こう見ますとね、8、もういろんなところにこうやってもうバラバラに8があるわけです、はい、うん、別に揃っているわけではありません、うん、もういろんなところにいろんな8が、うん、あ、ハートの8一番下ありましたね、はい、ということでちょっとよく混ぜてしまいましょう。さあ、ここからです。この中からまず最初に指先の感覚だけでこの中から4枚の8を取り出していきます。ねえ、丸山です。動きがちょっとイラッとする。それがかっこいいよ。そうそう、まず1枚目メディア、ディッチ、8、2枚目の8はここら辺、メディア、チェスト。3枚目参りましょう。ああ、It rides. ファイナル丸山必殺技。時速243キロ。あ、言うてましたね。おう。Go! おお。It, eight of. おお。岡田です。丸山です。芸風系は非常に近いですけどね。そうなんですよ、あのよく言われるんですよ。丸山さん、実はこう見えて元高校の数学教師なんです。北村さん、いかがですか。これね、最初からこの神業、はい、見ちゃうとね、後が怖いよね。大変ですよね、こんなのが出てくる。これ偉いことになったね。丸山の得意技、243キロの高速マジックが炸裂した瞬間、衝撃度数は198。